それでは安倍総理に答申をお渡し申し上げます。それでは安倍総理よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。本日は昨年9月に発足をした政改革推進会議としての最初の答申を取りまとめていただきました。大谷次長、金丸次長代理をはじめ委員の皆様におかれましては精力的にご支援をいただきましたと厚く御礼を申し上げたいと思います。アベノミクスがスタートして4年半になりますが、規制改革が一丁目一番地であることには変わりはありません。 AI が社会を変え、高齢化が猛スピードで進む中にあっては、旧来の仕組みにとらわれず、柔軟に規制や制度を見直すことこそが強い経済を作ります。今期は乳製品の流通改革、介護保険の内外サービスの柔軟な組み合わせを促すルール作り、多様な働き方を支える雇用ルールの見直し、行政手続きコストを2020年までに 20% 以上削減する、新たな柱を立てていただきました。本日いただいた答申を受け、直ちに規制改革実施計画を策定し、取りまとめていただいた改革事項を一刻も早く実施に移していく決意であります。日本経済が明日への扉を確実に開くためには、まだまだ多くの規制改革に取り組まねばなりません。委員の皆様には引き続き大胆な規制改革に精力的に取り組んでいただきますようによろしくお願いを申し上げます。私も全力でサポートしてまいります。ありがとうございます。